加納夏ナから1898年2月3日は、幕末から明治期に活動した、金工寺。京都出身。加納夏ナらのデザインをもとに製造された、流金家。重要文化財、自家党無名府、梨寺水流図雲文奉見。1873年、東京国立博物館像。東京美術学校にて、最前列右から5人目。 京都柳の番場お池の米屋に生まれる。本生は伏見。七歳で、刀剣賞の加納寺助の養子となると、ごく自然に唾や柄の美しさに見せられると、見よう見真似でタガネを握るようになった。その才能を認めた養父母の勧めで十二歳の頃から、長金師、奥村昭八の下で修行し、彫り、造眼などの技法を身につけた。十四歳で、炎山市場派の絵師。 中島来生に支持し写実を極める。1846年19歳で、金光師として独立。安政元年に江戸へ移り、神田に店を構え小柄や唾などに生命を宿すことに、心血を注ぐ。タガネを斜めに傾け片側で掘ってゆく、片切れ掘りを得意とした。明治維新を迎えた後、明治2年4月に、皇室御用を命じられ、統計愛好家でもあった。 明治天皇の立ち飾りを担当した。さらに、同年7月、新政府から新貨幣の原型作成を依頼され、文下生と共に支中貨幣の作成を担当した。当初はそれをもとに、イギリスに極印の作成を依頼する予定だったが、日本を見たイギリス人医師、ウォートルスが、その完成度の高さから、これほどの名工がいるのにわざわざ、 イギリスに依頼する必要はあるまいと共担させ、そのため進化兵はデザインから型の制作まで全て、可能及び門下生に一任された。明治5年に行われた、正倉院宝物修理の際、明治天皇が宝物の一つの聖武天皇が拝見したとされる八世紀の自家党を機に入り手元に収めた。可能は、明治天皇から、この時期刀に合うしら第の作成を命じられ、 翌明治6年に完成させ、明治天皇はこれを水流券と合して廃用した。なお、昭和32年に自家党無名府、梨地水流水運分法券として重要文化財に指定されている。1876年廃刀令が交付されると多くの同業者は廃業に追い込まれるが、可能は注文が引きも切らず、タバコ入れや寝付の名品を作り続ける。 またその気品ある作品は海外でも人気を博し、その名は世界中に指令は立った。1890年第3回、内国官僚博覧会で百鶴塚瓶が一等妙義賞を受賞し、その後苦内賞会上げとなり、明治宮殿切りの間に飾られたと伝えられる。またこの年、東京美術学校の教授に就任し、さらに第1回提出に名員に選ばれる。 ABCDE 化の夏おことバンク2018年7月21日、閲覧。ABC 化平象組合 P143、塚本 P80 から86、石原 P189 から190、官報第3199号、序任及び、事例1894年3月1日。ありがとうございます。